石刊誌9月8日から1973年5月2日は日本の声楽家、音楽教育者、音楽評論家。第二次世界大戦後、日本共産党員として同党の文化政策に基づく実践活動を行い、国内外において日本の歌声運動の創始者とみなされるようになった。 日本青年共産同盟中央音楽学院、みんなで歌おう席監視教室開校宣伝ポスター1955年、スターリン平和賞を受賞当時は、東京都新宿区の音楽センターに隣接する30坪、足らずの木造平屋に居住していた。中央合唱団の定時レッスンは、月曜日の夕刻と木曜日の終日。都内では、 日本共産党中央委員会文化部、日ソ神前協会、日本現代音楽協会の定例会議に出席。加えて、日本の歌声実行委員会の都内11地区、全国8地域での会議、指導、連絡のため、首都圏外の広域にまで東本清掃する日々であった。赤間士監修日本、青年共産同盟中央文化部編、青年歌集病史。 ありがとうございます。